にちは、りゅうけんです。うわこんにちは、招き猫です。今うわって言いましたよね。うん、大丈夫だよ、まだ誰も聞いてないし。あ、一人観覧車、やばかった ね、 ったね。あ、よく聞かれちゃうとこだった。そういうわけでですね、危ない危ない。そういうわけでですね、うん、この番組は、うん、アーティストであり、占い師である招き猫さんが、あ、紹介が変わった。いろいろこの世のうさんくさいことに、語り合いながら、うん、私が相槌を打つ番組です。うん、そういうわけでですね、うん、ちょっと待って、はい、何でしょう。相槌よりもツッコミの方が多い気がするな、気のせい。うん、でもなんか最近の皆さんの、ね、メールを見るとですね、うん、あの愛の手という、愛の手と相槌は違う気がしない。うん、ツッコミとも違いますよね。うんうん、まあ、とりあえず私愛の手役ということですので。そういうわけでですね、先生、うん、今日のテーマはですね、うん、ないんですけれども。ないんだ。はい、無題っていう題名じゃないんだ。無題っていうのはあくまでも題がないっていうかね、テーマがないっていう意味なんで。無題について話すのかと思ってた。うん、無題について何を話すんですか。いや、無題についてだよ。じゃあ何か話してください。無題とはみたいな。じゃあ何か話してください。そこはやっぱりじゃあ無題についてウィキペディアで調べとくんでしょ。はい、載ってないと思いますよ。嘘、調べてみてもないのに。先生、とりあえず無題について語ってください。あ、これは小野寺さんじゃないの。そうですね、小野寺さんが、もうちょっと小野寺さん生きてましたか。死に扱いされてるという。いや、死なないでしょ、あの人は。小野寺さんからもうちょっと前もって告知してほしいですってことですね。いや、だってさっき急に決まったんだもん。うん、そうなんですよ、なかなかね、うん、忙しくてっていうのは、この、うん、今回あのテーマがないことにも関係してくるんですけれども、うん、忙しいんですよね。そう、今週はなぜかっていうと、あのこの番組にも2回ぐらいゲストに来ていただいたウイローさんが、そうそう、ただいまあの映画の新作を制作中で、そうそう、我々2人がスタッフとしての参加しているんですね。そう、お手伝いさせてもらっててね。でも1週間ほぼ毎日撮影でですね。そうでもなくない、うん、撮影ほぼ毎日ですよね、あの打ち合わせも含めると。まあ、そうね、うん、うんうん、で前もってですね、何かテーマを決めてそれについて調べたりする時間もなくですね、またあのゲストを呼んでっていうような余裕もなくですね、まあ、たまにはあのね、先生、無題テーマなしっていうのもいいものですよね。うん、多分、うん、うん、まあ、自由な話ができるということで、うん、うん、とりあえず先生、何について話しましょうか。何について話そうか、小野寺さんに決めてもらおう。まあ、とりあえずあのいろんなあのこの番組今生放送で収録しておりますので、うん、生放送 のリスナーの方はですね、うん、あのどんどん我々に質問とかこんな話をしてくれとか提案とかしてくれるとですね、我々もやりやすいということで、うん、どんどんください。そうそうそう、我々も今制作中なんですよね。今現在我々はあの背中という映画が、編集が終わって音楽を先生が作ってくれるのを待ってる状態で、うん、でその次のどっちもという作品が、台本が書き、第一稿が書き終わって先生がチェックをしてくださるのを待っているという状態ですね。うん、うん、どうですか先生、調子の方は。調子の方、結構夏場で調子悪いみたいですけど。そうなんだよ、調子悪いんだよ夏場。先生なんか携帯うるさいですよ。だってさ、いいや。いいんですか。うん、あ、この、はい、この着信音、はい、あれ止まっちゃった。止まりました。この着信はなんか、はい、ドラゴン、はい、とかいうやつだったの。ああ、うん、ドラゴンって竜はこんな声で鳴くんですか。うん、うん、でも違うっぽくない。うん、だいたいそもそも竜は鳴くんですか。さあ先生、よくほら空見て、あそこに竜がいるってよく先生おっしゃるじゃないですか。うん、鳴き声は聞いたことがないんですか。あ、空にいるのはないね。あ、ないですか。うん、大体空でいちいち鳴いてたらうるさくない。うるさいですね、うん、霊能者の方うるさいですね。空に溶ける感じで、雲みたいに空に溶ける感じで、うん、半溶け状態でそこにいるわけだからさ。なるほど、声なんかないんじゃない。なるほど、なるほどですね。うん、まあですね、うん、テーマがないので、うん、とりあえずですね、うん、メールでも読みたいと思います。ありがとうございます。はい、なんかさ、はい、この間からさ、毎回メール読んでない？そうなんですよ、最近メール多いですからね。ありがとうございます、うん、ありがたいね。レギュラーの方増えて、
レギュラーの方増えてね、ラジオネームさとりさんですね。さとりさんありがとうございます、はい、招き猫先生龍拳さんお世話になっております。そうなのか、お世話したのか、恩に着ろよ、違うか、うん、せっかく前回、これ前々回ですね、大々的にお便りを取り上げていただいたのに、今回の収録および放送にお便りすることができず申し訳ございませんでした。いい、全然ね、申し訳ないことはないですよ、そうですよね、うん、早く書かなければと考えておりましたが、少し仕事でトラブルが起きたり忙しかったりしておりました。なんかそれじゃ課題みたいじゃんね今回収録の内容を聞いてからまたメールさせていただきますって言うんですけど、で今回っていうのが前回 の宇宙人についてのことですけど、宇宙人のね、なんかまとまりのないあの回だねそうですね、で何が言いたかったんだよみたいなね、まあね、うん、でまあ、さとりさん結局この後メールまだいただいてないので、おそらくまだ忙しいんだと思いますけれども、とりあえず頑張ってください。我々レギュラーとかね言っても、プレッシャー感じないで必ずメールを送らなければいけないということはないですからね、まあね、寂しいにゃははカフェだけども、ええ、別に強制はしない。そうなんですよ。でも期待はちょっと、そうなんですよ、まあ、気軽に聞いていただいて、なるべくメールをください、ね、先生またそうやってプレッシャーを与えるんですだって寂しいじゃん、来ないと、なんかさ、ほら人間さ、一度ちょっと上がると、下がれないって言うでしょ。そうですよね、メールが来るのに慣れちゃうと来ないのがちょっと寂しいじゃん、本当ですよね、うん、まあ、メールでね、その放送の感想なんかもいいですけど、今後どういうテーマで話してほしいかとか、どういう感じに番組してほしいとかね、そうだ、もっとこうしたらいいんじゃないかなんかね、重要だよね。そういうのがあるとまたさらに番組が広がっていくんじゃないかと思うんですけど、だってずいぶん前にさ、横浜の中華街でさ、番組の今後を占ってもらったらこのままでいいんじゃないってね。あ、そうですよね、このままでまずそうだから聞いてんじゃないのみたいなね。その言葉に甘えちゃいけないですよね。すっかり甘えてたねでもさ、こうしたらいいよって言われたところで簡単に変われる私らじゃないよね、とりあえず今制作中のウイロさんの映画のことでもちょっと宣伝代わりに話してみましょうか。ウイロさんの今回どんな映画撮ってるんですか、ウイロさんは。ウイローさんの映画はね、なんかね、3つのお話で1つの映画になってるっていう感じで、一口で言うとオムニバスですね。あ、それだ、それで、最初の1話目がウイローさんが脚本書いたんだよね。あ、そうですね。で、後のこれがまたですね、かなり狂った脚本でですね、狂ってた、狂ってまして、いい感じじゃなかった。で、演出の方もですね、またなかなか狂ってますんで、これ結構外国にも持ってくらしいですしね。で、出演者がですね、フランス人が出てたり、あとアイヌ人とポーランド人のハーフのね、深月ユリアさんという女優さんも出てて。あ、ユリアさんってそうなの。でもアイヌ人って日本人じゃないの。まあ日本人の中でもその少数民族だったわけですよね。まあ、とにかくは面白そうな映画ないそうですね。ホラー、まあ、一応ホラー怪奇ものの3話のオムニバスですけど、でもなんか脚本読んだ感じだと、ホラーっていうのがメインじゃないような気がするな、ロマンティズムですよね。だから前にウイローさんこの番組でおっしゃってましたけれども、一応日本のホラーはロマンティズムなんだということで。ああ、そうなのかもしれないね、アメリカとかね、海外のホラー映画みたいに絶対悪がいて、善良な市民をぶっ殺すっていうようなことではなくてですね、自分がやったことが後から自分に返ってくるっていうね、なんかその世界観みたいな感じのね、いい感じの内容だなと思って。そうですね、そんなにホラー色は強くないし、怖くはないね、そうなんですよね、とりあえず、また明日も撮影があって、明後日、今週また3日ぐらい撮影があるんですね、なんかね、あれなんだよね、綺麗な景色が1箇所ね、撮りたいのがあってね、最初の予定の日は雨になっちゃったりね、まあいろいろそうね、ウイローさんは呪われてるっ て、そう、呪われてるとか、なんかね、映画の撮影ってこういうものですからね、弱気になっててダメだよね、私ね、何度も言ったのよ、そうやって呪われてるとか思うと、だんだんそんな気になってきちゃうから、言わない方がいいって。そうだから、呪われてる呪われてるっていう言葉が自らを呪いにかけてるんですよ。そうそう、なんかね、本人半分冗談のつもりでもさ、引き寄せちゃったりするからね、だってウイローさんなんだっけ、10月かなんかに手術控えてるんでしょ。
そうなんですよね、うん、今気弱になっちゃダメよね、うん、免疫力も落ちちゃうもん気弱になったら、うんうん、なんかあれですよ、先生がウイローさん見てちょっとここの耳のあたりおかしいんじゃないですかって先生言ってましたもん、おっしゃってましたもんね。そして聞いてみたらやっぱりそこら辺手術するんですね。ごめんなさい言ったのが忘れてるわ。そっか、うん、先生結構あの人を見ただけでその人の健康状態とかどこが悪いとか分かるんですよね。分かるわけどね、うんうん、私もなんか見ててあれここら辺凝ってるでしょって言ってね、うん、肩こりとかも見ただけで分かったりとか、そう、内臓のここら辺がとかってちょっと痛めに指圧してもらうのが好きとか言ってたくせしてさ、力いっぱい押すとさ、うん、ギャーとか言ってね、うん、贅沢言いやがって。小野寺さんが私は頭が悪いですって書き込みしてますけど、そんな先生分かりました、見て あなた頭悪いですね。いや自分よりは頭良さそうだからあまり気にならなかったな。やっぱり先生自体が一番頭悪いので、ああ、ほらね、自分が物差しの人だからさ、自分が基準だから。どっかの国で人を見ただけでその人の体のどこが病気なのか分かる症状みたいなのが話題になってて、あテレビでやってましたけど、あれ普通に先生できますもんね。うん、いても全然おかしくないよね、うん、それ。いてもおかしくないんだけど、うん、あれをなんか科学的に嘘だとか言って騒いでる方いたり、うん、なんかこの間も読んだ本で検証してたりしてましたけど、別に普通にそういう方はいますよね。見てなんか、うん、あれこの辺よどんでるなって思ったり、そうそうそう、黒い点が見えたりとかいう人もいれば、うん、なんか近寄るとそこだけひんやりして感じるとか、うん、そこだけ熱々に感じるとか、なんかね、うん、その人全体からするとそこだけ違和感を感じたりするのね、うん、見て分からなくてもそばに寄るとなんか感じるとかあるから。私も内臓のね、胃のあたりがおかしいみたいなこと言われてて、この間医者行ったら十二指腸潰瘍と胃潰瘍を併発しておりましたしね。言ってからだいぶ経ってたね、1年ぐらいだよね。そしたらさ、十二指腸潰瘍は過去の後だったとか言うね。もうそ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 う、治りかけですみたいなこと言われて、うん、言ってた頃に言ってたらもっとさ、痛い目見なくて済んだのに、うん、そうすると、この番組に、あれですか、写真とか送ってもらって、私はどこが悪いでしょうかなんていうリスナーの質問にも答えられちゃう。顔ですとか。顔ですか。できちゃいます。わかんない、なんか最近、ね、やったことないもん。先生のそのね、名前を聞いただけでその人のことが分かってしまうっていう能力がかなり話題を呼んでるみたいですけど。へー、すごい内輪で、例えば、うん、アートヒロさん、前回もメールを読んだアートヒロさんですね、うん、からメールが来てまして、ありがとうございます。やっぱりそのこと書いてあるんですよ。へえ。じゃちょっとせっかくだから読みたいと思います。なんだよ、なんか小ネタあるんじゃん、そこに。いや、まあ、印刷されててさっさと出しなよ。いや、メールをプリントしただけなんですけどね。あ、そうなの。え、2枚もあるよ。2枚分、そう、この A4 の紙に2枚分ですね。すごいな、9ポイントの文字で。うん、嬉しいな。嬉しいですね、うん、じゃあ読みます、こんにちは、うん、こんにちは、アートヒロです。先日はメールを読んでくださりありがとうございました。どういたしまして。ラジオ番組にメールを送ったり、そのメールを読まれたりということが人生初の出来事だったので、とても嬉しいのと妙な恥ずかしさに襲われ、車を運転しながら赤面状態で聞いておりました。怖くない？なんかハンドル握って切れてる人みたいな。ここに血管が浮いてる、ね、血管みたいな。何あの人赤い顔して大丈夫、うん、みたいな。そしてニャハハカフェをニャハハハカフェと書いたりしてすみませんでした。いいのよそんなことね、うん、あれ相当小野寺先生が受けたらしいですけどね。招き猫先生に前世を指摘されて思わずドキリと、ドキリと言われてみると軍人らしい性質があるような気がします。うーん、また思い切って飛び込むのを躊躇するようなところも確かにあります。うん、人の名前や姿を見ただけでその人の本質が分かってしまうなんて、なんてすごい能力なのでしょう。現代ではまだ発見されてはいませんが、何やらわからない感覚のようなものがあって、そういうものを知覚できる人がいるのだということを知って驚くのと尊敬の念でいっぱいです。鑑定どうもありがとうございました。ところで以前前世を見てもらった時に、その方はかつて自分はネイティブアメリカンで、うん、滝の流れるグランドキャニオン周辺に住んでいると聞かされました。うん、その人物が後ろについているとも。人は何度も生まれ変わっていると言いますから、いろんな人生での姿があって、そういった人たちが根性でもいろいろ導いてくれているのでしょうね。うん、ちなみに 本名は読んでいいの？あ、いいのかな。これ本番の時はピー入れますね。今本番じゃん。今だ4人ぐらいしか、どうすん、4人ぐらいしか見てないから、ね、4人がすんげえ口軽くてみんなに言っちゃったらどうすんの。このアートヒロさんの本名はってみんなブログに書きまくって2チャンネルに書きまくって大問題になっちゃ う。そんな人いないだろうけどね。で本名はピ
P と申します、うん、P さんなんだ、はい、何か感じるものはありましたでしょうか。龍拳先生の龍拳社長の素晴らしい愛の手で、ほら愛の手って言ってますよ、愛の手で招き猫先生の神秘のパワーを引き出して摩訶不思議なことを語り合うニャハハカフェをこれからも楽しみにしております。それではお体に気をつけて頑張ってくださいっていうことですね。これはメールで気になったのは、うん、前世を見てもらった時に、うん、あの前世はネイティブアメリカンで、うん、でその人が後ろについているとも言ってるっていうことですけど、うん、これって前世と守護霊が同じっていうパターンですか。よくあの江原さんがおっしゃる、わかんないけどさ、なんか残留思念みたいの、そうなんですよね、って残るからそういうのがついてる可能性はあるよね、うん、だって魂は生まれ変わっちゃうわけだからさ、うん、でも魂って2つに分かれたりするからっていう理論なんですよ、江原さんに言わせれば。2つに分かれたりするけども、それって自在にできるのかな、分かんないですけど、あの面白いのは霊能者の方によってそのなんていうの、解釈の仕方が違うっていうのはすごい面白いなと思って、というのは、うん、江原さんの番組を見ていると非常に頻度が高く前世と守護霊が同じ人ですっていうのを言うんですよ。ところが、うん、あの先生の場合、招き猫さんの場合は一度もそれを言ったことがないんですね。だってそう感じなければ言わないよ、うん、そう感じたことがとにかく招き猫さんは一度もないわけですよね。ないないない。でその代わりにその人が前世から持ってきた信念みたいなのが背後に張り付いていることがあるっていうふうに先生おっしゃいますよね。そうだね、うん、だから例えばそれを多分江原さんから見たら魂が分かれたっていうふうに見えてるのかもしれないですよね。そうかもね、うんうん、あでもたまに、うん、あのその人の前世が見えたのか、うん、それ守護霊さんが見えたのか、うん、が分からないくらいの時はあるよ。ということがあるということですね、うんうん、ちなみにこ あのアートヒロさんですね、この名前、この方前世ネイティブアメリカンっておっしゃってますけど、どうですか、やっぱ見てみて。ネイティブアメリカンだったことはあると思うよ、うん、あると思うけど今の人生にそんなに影響してないな。あそうですか。例えばちょっとあのそういうのの、ええ、あのなんていうのグッズみたいのが好きとかあんじゃん、うんはいはい、それ風のアクセサリーが好きとか、うん、そういう感じに影響はしてるかもしれないけども、という可能性はあるけれども、うん、あのもしそのか影響があったとしてもその程度ということですね。そうだね。あとはほらもともとさネイティブアメリカの人たちの考え方とか生き方って素晴らしいものがあるじゃない、うんうん、だからさそれに素晴らしいなって思う度合いがちょっとね、うんうん、もっとあのなんていうの身に染みる感じがあるかもしれないとかそういう感じはあるけども、うんうん、なるほど、うん、そうするとじゃあその後ろについているっていうのはどうなんですか。ネイティブアメリカンがそれはこの人の画像を見てみないと分かんないね。画像を見てみないと分からない、うん、このアートヒロさんはですねあのブログにもねニャハハカフェのこと書いてくれたりしてるんですよ。ありがとうございます。必死に見させていただきます。あす、ね、あ抜かりないな小野寺さん、うん、なんで読んでるの、ね、あ読んだ読んだって書いてますね。小野寺さんもアートヒロさんのブログを読んでいるという。へえいつの間に。なんかね小野寺さんですねリャントさんともツイッターでフォローし合ってたりとか、うん、すごいねどうしちゃったの、うん、小野寺さんねえ。小野寺さん、ね、実はつい最近に母カフェ初めて聞いたんですよ。ね小野寺さん何みんなを毒牙にかけてんの。どういうこそこはちょっと意味わかんないですけど、まあこういう感じでですね、うん、あのに母カフェを聞いてくださる方増えると嬉しいので皆さんもですね、うん、あのブログに書いてくださると嬉しいですね、うんうん、あちょっと待って、はい、うーんこの人はね、あのね今一番影響してるのはやっぱりそのね軍人だった時で、西洋の方だと思うんだよね、うん、西洋の方ですか、うん、アートヒロさん、うんうん、なんかね2回そういう時代があるの、うん、でそのうちのうん、この間言った方かどうかは覚えてないんだけど1回そのうちの1回がすごい若いうちに、うん、あの怪我をしてしまって、はあ、そうするともう軍人として使い物にならないから戻れなくなっちゃったんだけど、はい、家族のためにそういう 軍隊みたいのに入るとさお給料が良くてさ、絶対いい暮らしっていうのその辺の人と比べるといい暮らしができるのね。明日のご飯を心配しなくていい暮らしっていうのができるわけよ、うん、だからそれで志願して行ったの、うん、だけどなんか上の人から押さえつけられたりとかいう、うん、そういう高圧的なその
体制とか合わなかったりとか、うん、納得いけば従える人なのにどうも上のやってることが納得いかないわけよ、うん、それでどういういきさつかはわからないけども、ちょっと待てよ、どういういきさつかわかんないんだけども、なんかすごい政治とか宗教とかなんかよくわかんないけど、自分たちが権力を握りたいっていう権力欲しさみたいな、そういうののために大義名分を抱えて戦うことを正当化しているだけだってことになぜか気がついてしまうのね。実際にはそういうので動かしているっていう。でも国民は大義名分の方に騙されちゃって協力しちゃってるわけよ。でさ、やっぱり戦争が起これば貧乏暮らしは強いられるじゃない。それでもその大義名分のために私たちは国民として頑張ってる、協力してるから貧乏も我慢するみたいな感じなんだけど、実は違ったみたいな、そんでちょっとやめりゃいいのに嗅ぎ回っちゃったわけよね。ああなるほど、やめりゃいいのに、ね、そうそう、丸め込まれてればさ、安泰な生活をできたのに、知らぬが仏でいられたのに、知ってしまったら許せなくて、つい嗅ぎ回っちゃったわけよ、そしたらね、ちょっと秘密を知りすぎて、殺されちゃったのかな。ただ殺されたんじゃなくてね、最後になんか人働き利用されてんのよね。ほう、なんかそれが言葉巧みに自分もその汚いやり方を知っているみたいな感じで、その体制に反対する反対勢力なので、結局そっちも勢力なんだけど、丸め込まれて協力させられてんのよね。その後でバレて殺されたのか分かんないんだけど、まあとにかく捨て駒にされた感じですね。ちょっとね、かわいそうだったんだよね。うん、だからそれが良くも悪くも今の人生に影響しているかな。まあ戦争なんてすべからくそういうものですよね。そうね、純粋な国と国とのいざこざ以外にもやっぱり、例えばほら、武器で儲けてる人たちが儲かるからそれをそういう方向に持ってってるな、そういう動きだって必ずやっぱあったり。そうそう、なんかさ、いろんな人の欲が絡むからさ、そういうことになるって言うんだけど、でも、一応大義名分抱えて綺麗事言ってさ、周りを巻き込むわけじゃん。やっぱり誰か得をする人がいるから戦争するわけですもんね。そうなのよね、人間同士の喧嘩と同じじゃないっていうことですよね。ただそのヒントになるかどうか分かんないけども、その西洋人だった頃っていうのは侵略の歴史を繰り返してるような地域だったわけよ。まあ西洋って言ったら全部そうですからね。そうだね、だからそれで、もうそんなことがない平和の世の中にするためにみたいな感じで大義名分があったわけ、この戦いで終わらせようみたいな。なるほど、でさ、今みたいに情報がいろいろどっかから入るわけじゃないからさ、上から言われたことは実際にそういう状況なんだと信じるしかないじゃん。じゃあよくそういうことに気づけましたね。たまたまなんかで気がついちゃったんだよね、気がついちゃったんだか知っちゃったんだか、その辺は詳しくわからないんだけ ど、私さ、基本的にさ、前世見ないのよ。見ない、見ない見ない。ほう、あの必要な時しか見ないのね、うん、だから前世知りたいですとかって聞かれるとすごい困るんだけど、その人に今に悪影響を与えてるとか、このために生まれてきたみたいだよとか教える必要がある時だけ見るのね。でも一応番組で見てるのは、あの歴史は繰り返すって言うでしょ、その人の前世って歴史の一部じゃん。そうですね、そうそうそう、それを今の人生で良くも悪くも繰り返している部分、 そこを見てるということですね。そうそう、人の人生から学ぶってあるじゃない、話を聞いて疑似体験したり、自分はその立場じゃないけど考えるきっかけができたりとかさ、それと同じで自分の別の人生からもいろいろ学ぶことがあると。そうね、だからさ、ほら人のね、この番組を通して誰かの人生を聞くとさ、あ、そう、この戦争を聞くことでこの番組を聞いてる人もいろいろ自分がもしそうだったらとか、なるほど、考える機会になればいいなと思うから、あのそうやって聞かれて、ちょっと頑張って見てみようかなとは思うんだけど、普段鑑定とかでは必要がなければ見ないのね、見てくださいって気軽に、ね、くれる人いるんだけど、基本見ませんって断ってんのよ大体。なるほどね、そうなのよ、だから、
あの政治家とか見たりタレント見たりとか、うんね、人のブログを読んだりとかいろんな機会にさ、うん、ちょっと自分を振り返ってもらえたらなと、うん、ではですね、うん、引き続き他のメール読みたいと思います。ありがとうございます。これはですね、うん、ミクシーからですね、おカリメロさんですね。あ、カリメロさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。前回の宇宙人についての感想ですね、うん、招き猫先生、龍拳様、放送を聞かせていただきました。前半&後半で私のメッセージを読んでいただきとっても嬉しかったです。ありがとうございました。こちらこそ準レギュラー嬉しいお言葉でしたしかも私へのアドバイス&前世などなど改めて聞き直しノートに書き写します。そんなこれ私もやったんですよね、先生と知り合ったばかりの時に。ああ、そうそう、なんかみんな言うよね、うん、電話し先生と電話するためにね一生懸命ノートに取ってたんですよね。なんか今遠い昔の話になっちゃった。たまに久しぶりにメールをくれたリピーターさんがさ、うんうん、なんか前の鑑定結果なくしてしまいましたとか言って、ま、送ってくださいとか言って、うんうんうん、続きます、うん、そしてなぜ前世が知りたいのか、皆さんもそうだと思うのですが、うん、とっても興味があることが一番ですね。自分ではどうやっても見えないことですから、うん、私も前世は興味あるけどね、うん、知りたくなかったよみたいな結果が出たら嫌じゃん、うん、そうですね、先生自分で覚えてるからいいですよねいや覚えてるのは結構辛いことばっかりだし、ね、しかもさ断片的に覚えてるから、うん、いきさつすべて覚えてない苛立ちっていうの、うん、なんで私がそんな目に遭ってるのみたいなさ、うん、今度見てもらうといいんじゃないですか。いやどうだろう。でもダチョウ牧場のあれだ、主人だったのかダチョウそのものだったのかに答え出ちゃうのも怖いものがありますよね。いやダチョウの主人だったんじゃないの。いやダチョウだって言われたらどうします。ちょっといじけてみる。いじけます、そして今の自分自身を見て前世からの名残なのか、うん、前世が関係しているのか前世の自分ってなどなど気になったのです。あでもね、うん、大概の人は、うん、すごく小さい頃の自分が覚えてない記憶の中にその、うん、原因があったりすることが多いよ。あ前世よりも、うん、そうですね、そっちの方が近いそうですもんね。なんかねそうなの、うん、で続きます。前世のお話を聞いて自分、うん、今の自分とダブらせあーって気づく部分がありました。うん、ハワイにいたことがあることも嬉しかったです。うん、でも悲しい恋愛をしたんですね。そうみたいよ。今でも引きずっている感じです。引きずっちゃってるんだ、インドネシア、これについては全く面識がなく運命の意図があるならば見つけたいです。まあでも、うん、なんか興味が湧いた時が、うん、その時だと思うから、うん、無理に興味を湧かせなくてもいいかなっていう、うん、あんまりねこういうのは意識しないで、うん、自然に生きてると、うん、気がついた時に言ってみる。そうなのよ。私のことについてもいろいろお話ししてくださりありがとうございました。かっこ全部その通りだと思います。うん、言葉については私の悩みでもありました。言葉遣い本当に気をつけていかなければと改めて実感いたしました。本当よね。おそらく今までに悪気なく傷つけてしまった人はいます。自分ではそんなつもり全くないのに自分が嫌になりますが、これも自分の一部であるので悪い一面が出てこないよう頑張ってみます。偉いな。本当に細かく見ていただきありがとうございました。私もさ、うん、言葉は大事だよって思うのに、ええ、かなりひどいよね。全然口悪いですもんね。うん、うん、もうねすごい反省しなきゃいけないんだけど、うん、反省するとすっかり水に流しちゃってさ、うん、ダメなんだよね続けます。うん、長くなりましたが、うん、私の尊敬する人の力ですが、うん、今まで私が経験した中では私が心の中でつぶやいたことにその方が答えてくれたり、うん、悪い気を持ってくる人がいると黒い影が見えるそうです、うん、これは先生も同じですよね。そうね、うん、それにほら心の中の声とか先生聞こうと思えば聞けるんですよね。まあ聞こうと思わなくても聞こえてきちゃったりとか、聞かないようにしようと思うから聞かないで済んでる感じかな。そうですよね。どっちなんだろう。だから何気に心の中でつぶやいたことに答えてくれるって結構怖いですよね。やましいんだ。ん？私はないです。腹黒くなければ怖くないじゃん別に。ただ私ね妄想ばっかりしてるのでちょっと恥ずかしいですね。あ大丈夫だよ。ニヤニヤした顔のがずっと恥ずかしいから時々ってね電車の中とかでニヤニヤしててさ、なんだろうとか思うとさ、そろそろパイプが届く頃だとかね。続けます、うん、
これからも楽しいお二人の会話&鑑定&不思議な話などなどとっても楽しみにしておりますので、お体に気をつけて頑張ってください。頑張ります。また下手な文章で申し訳ないと思いますが、メッセージを書き続けさせてください。ああ、ありがとうございます。ありがとうございましたということですね。書き続けさせてくださいって言ってね、そんなご遠慮はいりませんのでね。書き続け、書き続けさせてください。何今の滑舌悪いよ。滑舌私悪いですからね。まあ、こんな感じで、ね、なんか嬉しいね。どんどんメッセージくださると嬉しいですね。本当だね、なんかさ感想もらえたりとかさ、言ったことに返ってくるっていうのは嬉しいね。そうなんですよね。私もさ、なんかさ占い師になって一番嬉しかったと思うのはさ、事後報告もらえた時だもん。先生の占い当たらないって文句とかなかったですか？当たらないっていう文句はないけども、何言ってんだか分かんないわって。それはね、私がですね、先生に紹介した人でもいましたですね。何言ってるのか分からないっていうのはね、結構いるんですよ。でもね、なんか後になって、あのことだったんですねとかって連絡くれたりするから、まあ遅かったのかなって、もっと事前に分かりやすく言えてればよかったなとか思う、ただ受け取った言葉をそのまま伝えちゃったりするから、そうすると分かりづらいみたいで、まあこれは先生の占いの特徴かもしれないですね。まずいよね、ちょっと工夫しないと、ちょっと観覧5人になってますよ。ありがとうございます。4人に減りました。嬉しいね。5人に増えました。どうなんだ。なんだかやばいとか思って戻ってきたのかな。そう。嬉しいね。5人も聞いてくれてんだ、急に書いて。そうですね、なんか話すネタくださると嬉しいです、さらに。本当だよ。ねえ。じゃあですね、まだメールがありますんで。ありがとうございます。メール読みたいと思います。これはですね、ラジオネームハンコさんですね。ハンコさん、ありがとうございます。なんか皆さん準レギュラーの方で、準レギュラーばかりですね。こんにちは、マネキネコ先生、リュウケンさん。前回もメールを読んでいただきありがとうございました。準レギュラーになれて嬉しいです。皆さん言ってますね。だってもう本当だよね、いつもいつも本当にお世話になって、宇宙人についての回で、昆虫は宇宙人という話を聞いてとってもワクワクしました。私もそれすごいワクワクしてんの。ゴキブリは悪い侵略者のイメージがしてしまいますが、そうだよ、スネ毛とか生えてるし、スネ毛生えてますよね。スネ毛じゃないと思いますけど。スネ毛じゃないのあれ。違うんじゃないですか。ちょっとさ、トゲトゲしてるじゃないですか。ああ、ちょっとね、触ると痛いもんね。私の母は神様を宇宙人と言います。空からやってくるなんて宇宙人よねと、少しカトリックをかじっていた人とは思えない発言をします。私的には神様をそういう風に扱ってほしくはないので、少し喧嘩になってしまいます。かっこ笑い。前回のメールのことで招き猫先生が強い守りがついていると言っていただき、とても心強くなりました。でも最近その言葉を聞いて少し気が抜けてしまいました。これからはもっと気持ちを引き締め頑張ります。それでは乱文ですいません。これからも楽しいラジオを楽しみにしています。ありがとうございましたということですね。強い守りがついてる人っていうのはさ、自分が頑張らないとただ尻叩かれるだけみたいになっちゃうから。ああ、それはあるかもしれないですね。頑張んないとダメなの、自分が。それ私がいい例ですよね。だからね、強い守りが強いんだって思って安心してふぬけになってしまうと、本当そんな感じですね。強さを持て余した挙句、自分にとって、やっぱ尻って叩かれ続けると痛いじゃない。痛い。そんなようなことになっちゃうから。私結構痛いです。そうなんだからね、頑張んなきゃダメなの。本当ですよ。だからね、強い守りがついていればいるほど割と大変なことも増えますんでね。意外とね、自力で頑張ってる人の方が本当に自力だからさ、誰にも遠慮なく休んだりとかできるわけよ。休みたい時休んだりとか、でも強い守りがついてるっていうのは、それこそ気概も強いからさ、何休んでんのとさらに尻叩かれたりするのよ。休む日も与えてくれない場合ありますからね。そうだからね、その守りの性質によるんだけど、気をつけないと油断すると叱られたり、叱られるっていうのは多分霊的なことだから、悪い状況がすぐ襲ってきたりとか、そういうさ、なんで私こんなついてないのみたいに急になったりとかね、現れ方が本当に人間が、お母さんが怒るみたいなのと違うような現れ方するから厄介なのよ。
でやっぱり守りが強いっていうのは、うん、やっぱり強い守りが与えられただけの、そうそうそう、あのものがあるんじゃないですか。そうなのよ。だからね、うん、本人が頑張らないといけないの。要するに強い守り与えるから、うん、こういう大きな仕事を成し遂げて、うん、ね、帰ってこいって生まれてくるわけじゃないですか、うん、あとはご先祖様とかが作ってくれたご縁、うん、神仏とのご縁によって強い守りがついてる場合もあるの、うん、でもそれってさ、そういう家に生まれたラッキーっていうのをどっかで分けないと、うん、自分だけいい思いする人を世間は許さないようにできてるからさ、うん、そうですね。そうなの、そうなの、うん、なんかほら、あいつだけなんでいつもいい思いしてるんだろうって面白くなく思う人っているじゃない、うんうん、なぜかそういう人が周りにいたり職場にいたりしたりして、うん、なんか煙たがられたりとか、うん、だからちゃんと自分はラッキーと思ってる時は、うん、誰かにもラッキーを分けてあげないと、うんうん、そうですね、そうなのよ、うん、自分だけいい思いできないものと思わないとね、うん、ぬか喜びしちゃいけないんだよって、うん、そうですね、安心はできるけど、うん、やっぱりね、安心しきって浸るんだら、うん、自分がその分後で苦しい思いを、うん、そしたらですね、もう一個メールが来てますので読みたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはですね、ラジオネームテステスさんですね。テステスさん、はい、招き猫さん、龍拳さん、はじめまして、私はテステスと申します。小野寺さんと被ってますね、名前が。うん、なんか小野寺さんもなんかテステスって書いてありますよね。うん、うん、すごい被って、あれなんかリアクションが。いつも楽しく視聴させていただいております。視聴のこの見るって書いてあるんですけど、ラジオですから。だからさ、このネットラジオに母カフェってのすごく楽しく見てんだよ。はあ、なるほどね。イケてる肉球だとか肉球だとね、うん、私は34歳で諸事情により現在無職でニートな日々を送っています。どうしようもない独身男性です。あれ、小野寺さんとそこも被る ね、似てますね。どうしようもない人ではないけどね、はい、こんな私ですが、将来は結婚して家族を持ちたいと考えております。考えてたんだ、うん、近い将来。小野寺さんじゃないもんね。小野寺さんじゃない、ね、じゃないもんね。近い将来とは言いませんが、いつしか私のことを愛してくれる運命の人は現れる日は来ませんでしょうか。よろしければ人生相談のコーナーで取り上げていただけたらと思います。よろしくお願いします。あ、残念、人生相談のコーナーじゃないじゃん。人生相談のコーナーはないですからね。ないないない、しかも今回テーマ無題だから。そうなんですよね、人生相談じゃないからね。というわけでメールはこんな感じですんで、はい、あ、でも流しちゃっていいのかな。小野寺さんじゃないかもしれないんだもんね。本名はこういう方ですね。あれ、小野寺さんじゃん。小野寺って書いてある、ね、はい、どうせ同盟かもしれない。小野寺さんってさ、うん、なんていうの、愛着の湧く人よね、うん、だからさ、うん、絶対にそういう小野寺さんのことを気に入ってそばにいたいと思う人いるよね、うん、うん、いいんじゃないですかね、うん、たださ、うん、本人の好みの女性を求めて探すと見つからない可能性はあるよね、うん、意外とそうなんだよね、うん、よくお客さんでも依頼くれて、うん、出会いを求めてこんな場所にもこんな場所にも行ってみてるんだけどみたいなこと言うの、うん、そんなとこで出会った人あなた好きになれそうですかってまず聞いちゃうもん。本当そうですよ、うんうん、まずは趣味の場所に行ってみるとか、うん、まずは何か習い事してみるとか、うん、そうするとさ、もう最初から それを習ってるという共通項から入れるし、うん、好きなものが一緒という共有感とかってすごいきっかけになるじゃない。小野寺さんみたいにキャバクラで探すとかは良くないのかもしれないですね。キャバクラはだってお仕事でしょ、うん、あ、付き合っても 長続きしないですよねって言ってますね。それは小野寺さん能面みたいな顔だからじゃない。あれ、なんかまるで小野寺さんみたいだね。小野寺さんみたいですね。同姓同名かと思ったのに。で、先生どうなんですか、この方は。この方、将来は結婚して家族を持ちたいと考えているとなんですが、運命の人は現れる日は来るんでしょうか。結婚して家族って夫婦二人も家族っていうの。あ、子孫を残したいです。あ、ね、そしたらそっちの方を強くしないとダメですよ。小野寺さん子供できにくいんじゃないですか。そうなんですか、うん、そんなことも多分できにくそう。あ、そうですか、うん、そっちの方強くしないと。はは、性欲とは別で、うん、ちゃんと精子の方に体力ないとっていうか力がないと、うん、生きていく力がないと
あの流産しちゃったりとかさ、あ、しやすくなっちゃうんですかね。その前に着床しなくて妊娠にならないとかね。うん、そこら辺が弱いと、うんうん、それね、性欲と一致してる場合は 大概一致してるっぽいんだけど、うん、聞いた話では、うん、たまに、うん、あの性欲とは別の人がいるらしくて、あ、うん、でそれは結局先の問題になってくるわけですよ。まずはその出会いはあるかってことなんですけど、だから出会いはさ、うん、小野寺さんは出会えると思うよ、うん、だってさ結構いい人じゃない、うん、そうですね。もうちょっと解消を持たないとダメですかね、うん、解消ってだってさ、うん、あの別に小野寺さんって女の人の方がさバリバリ働いて、うん、自分は専業主婦、うん、みたいのでもそんなにどうこう思わなそうじゃないそうですね、うん、あ、じゃあそういうケースも考えられるという、うん、選択肢じゃないっていう。なんかさ昔からの日本の男性とはちょっと考え方が違う感じしない、うん、そうですね、うん、だそういうのもありって気がするから、うん、それをいいとする女性だったら全然合うんじゃないの、うん、なるほど、うん、じゃあそういう女性を探した方がいいかもしれない、ね、ただ小野寺さんって、うん、あの欲しいものが金かかるのよね多分。欲しいものが、うん、小野寺さんの興味を持つものが金かかるわけよ。おちまちました趣味だったらいいんだけど、うん、特に収集力が癖があるわけでもないんだけど、うん、欲しいものが高いみたいなのよね。うん、なるほど、うん、だからそれぐらいは自分の面倒見れるぐらいの稼ぎは欲しいとこだよね。うん、うんじゃあとりあえずまとめますと、小野寺さんに会う人は、うん、小野寺さんに会う人は、うん、小野寺さんといるとなんか安心するわっていうことが、うん、もうその人にとっての幸せと思えるような女性、うん、うん、なるほど、そうそう、じゃあそういう女性を探してくださいということで、それでいいの？あ、その前にこれコマーシャルですね。じゃ先生、コマーシャル長いです。というわけでですね、ひどいよ、エンディングというよりも後半に入りましたけれども、あ、なんか最近ですね、なんでいつの間に始まってんの、エンディングがですね、うん、長いっていう意見が多くてですね、そうか、うん、もっとはしょれと、だからエンディングじゃなくて後半じゃないかと、まあだからあのテーマに沿って前半話して、うん、後半はなんか適当にっていうことで、まあ、前半後半って感じですね、うん、探さないとダメなのね、小野寺さんが探さないとダメなのね、そりゃそうでしょ、だってさ、うん、ヒッキーじゃ誰と出会えるの、うん、棚からボタン持ちみたいにね、恋人がボンと落ちてくるわけでもないです、ね、ある日突然家に入ってくるのは女嫌じゃないですかそれはなんかね、だってそうでもなければ今の状態で出会うはないでしょう、うん、泥棒でしかないですよね、うん、うん、ねえ、うん、こちらから出かけていかないと、うん、ちなみに運命の人はいるんですか？運命の人は見えないね、まだ見えない、うん、うん、じゃあ見えてくるように頑張らないといけないですね、うん、うん、小野寺さんね、前世とかでもあんまり結婚して家族を持った経験がないのよね。あ、そうなんですか、うん、そういえば彼の前世って今まで聞いたことないですけど、どんなんだったんですか？いや、それは本人が知りたければ、そのうち、うん、あんまり知りたくないんですかね。そうかもね、なんかとにかくその、うん、結婚に対してはちょっと前世からの経験不足が影響してる可能性はあるけども、うん、うん、でも小野寺先生はあれですか、僕との縁とかあるんですか？なんか前に私の撮った第一作目の映画の DVD を先生にあげた時に、うん、いろんなスタッフの名前がバーッと書いてある中の、うん、中で小野寺の名前を指さして、うん、この人とはなんか縁があるみたいなことをいきなり、うん、縁があるから大事にした方がいいって言って、そうそう言ったんですよ、うんうん、だからそれはなんか前世からの縁とかあるんですかね。さあ教えてくれないんですか多分なんかそういうのがあるからじゃないの。そうなんですか。前世とかの縁とかじゃないと思うよ。本当ですか、うん、うん、たまたま引き合うみたいなのあるじゃん。なるほど、性質が似てたりとか。なるほど、なるほど、うん、
まあ、女性の好みは似てますけどね。新しく気づくご縁かもね。うん、なるほどね。うん、だって、はい、人生でご縁があったら私とも会ってる可能性が高いわけでしょ。そうですね。そういう気あんまりしないもん。あ、本当ですか。うん、あ、なるほどね。うん、じゃあ、まあ、新たなご縁ということで、うん、うん、大事に付き合ってくださいね。はいはい。まあ、そんな感じでですね、うん、エンディングなんですけれども、うん、観覧も6人になっちゃいましたね。ありがとうございます、なんか最後に質問とかないでしょうか。質問、今日はリャンチョさんが書いてくれてないです。まあ、リャンチョさんもね、いつもいつも書くんですけど ね、忙しいですよね、うん、日曜日だしね。まあ、先生、うん、とりあえずあ、あ、お、すみません、プレッシャーかけました。すごい催促しちゃったよ。本当ですね。こんちゃ聞いてますよ。あ、よかった。すみません、催促しまして。なんか毎回来てくれる人が書いてくれないとものすごい寂しいのと心配になっちゃって、うん、とやつで先生、だからこの今日の放送の冒頭でも言いましたけど、そうだよね、なんでそのね、リスナーの方にプレッシャーを与えるんですか。え、だってさ、あれいつもいてくれてるのにみたいな。あ、リアントさんが最初から聞いてたけど高速道路の上だったので。あ、移動中なんですか。車の中でなんかこう、あ、じゃあ酔っちゃうと困りますよね、うん、でもなんか車の中で聞くって結構なんか本当のラジオっぽくなってきましたね、我々。今は家です。今です。どうなのか、よかった、よかった、嬉しいな、毎回聞いてくれてて。ハンコさんから書き込み、 ありがとうございます。こんにちは、ハンコです。初めて生放送聞けたのにもうエンディング。切ないですね。すみません、あ、ハンコさんの画像かっこいいね、うん、ダムって書いてありますね、うん、あ、小野寺さんが質問ということなので私の前世について教えてください。先生が言いたくなかったらスルーでって、それ甘い。じゃあスルーで。あ、いい質問あります。リャントさん、すいません、質問ありますですって。はい、何でしょう。本当に小野寺さんスルーですね。ダメなんですか。だって小野寺さんって会う気になれば会えるじゃん。とりあえず小野寺先生はスルーでいいんですね。小野寺先生はスルーでいいんです。リャントさんの書き込みですね、うん、ダーリンが長期で海外出張あるので、あ、お守り作りたいのですがってことです、ね、うん、はい、お守り、うん、今目に浮かんだのがアクアマリンなんですけど、すでに持ってないかな、うん、アクアマリン、うん、持ってるから浮かんだのか、それがいい、使った方がいいから浮かんだのか、どっちかですかね、うん、なんかよくわかんないんだけど、あ、私持ってます、誕生石です。それを持っていててもらってください。それが一番の守りなんで、で代わりにリャントさんにそれを渡しちゃうからお守りが開いちゃうじゃないですか、リャントさん、うん、それを代わりにもらってください、交換庫ってことで、うん、それで持ってってもらえば大丈夫です。マネギレコさんも誕生石、まあ、アクアマリン、ね、そう、アクアマリン、夫婦円満なんですよね、うん、うん、なるほど、あ、そっか、夫婦円満だからアクアマリンが見えたのかな、なんかでも、もう持ってるやつだと思う、うん、うん、夫婦円満以外に効果っていうか、そんなあるんですかね。ああ、なんか旅の守りとか言われてるよ。あ、そうなんですか。じゃあちょうどいいじゃないですか。うん。うん、あとはね、なんか気持ちを落ち着けるとか、あと喉の、あの炎症に効果があるとか、うん、なんかね、いろいろね。テステスさん、ほざいてろよかって、あ、いやいやいや。嫁欲しいって言ってますよ。先生のお答えは、ほざいてろよ勝手にいいだそうです。ひどいよね。あ、先生、僕からも質問があるんですけど、なんか最近ですね、うん、最近でもないや、私ほら癒し好きっていうね、パワーストーンのお店やってますけれども、うん、それでそういう話をすると、うん、こういう効果のあるパワーストーンはないかとか、こういうの欲しいんだけどないかってたまに人に相談を受けるんですよ、うん、それがまず多分ね、これ 99% じゃなくて 100% だと思うんですね。 100% の人が健康に効くお守りは何だ、パワーストーンは何だって聞いてくるんですよ。それは健康のどこが弱いかによるよね。普通パワーストーンっていうのは例えば金運が上がるのがいいとか恋愛運とかっていうのは分かるんですけど、まず健康に効くパワーストーンはないかっていう、私はだってそう思うもん。
自分の健康が心配だっていうのは分かるんですよ、うんうんうん、でそれでパワーストーンって なりますか。なるなる、私そうなる、うん、私そうだもん、全然不思議じゃない。でも健康って食生活とか生活のリズムとか医者とか、うん、そっちの方じゃないですかね、うん、だけど心細いから、それだから僕はそれは、うん、医者に行ってくださいとしか、うん、答えようがないから僕はいつも医者に行ってくださいって答えてるわけですよ。そうだけど、うん、医者に行ってもやっぱ心細いのはあるじゃない。うん、 ね、だからそれに飲んでる薬がよく効いてほしいとも思うしさ、うん、これでさ恋愛運とかだったらローズクォーツがいいんじゃないですかねとか答えようがあるわけじゃないですか。大体ね恋愛運にローズクォーツとか言うけど、うん、本当にローズクォーツが効くって人は、うん、そんなの持てなくたっていいんだよ別に、うん、でだからちゃんと努力ができる人に後押しするわけだから。そうよ、でも健康って努力だけでどうにもならない部分じゃない。そうなんですか。そうじゃない、やっぱりさ、ね、恋愛だったら自分を磨くとかもっと魅力的になろうとか、うん、相手の好みにちょっとだけ合わせてみようかなとかいう可愛いところを見せるとかさ、うん、なんか努力のしようもあるけど。じゃあ、あのパワーストーンのアドバイスで健康について聞いてくるのはこれ正しいと。まあね、まずパワーストーンっていうのは違うよね。まあそれは違うと、うん、それはまあ、そういうこと言ってんなら違うけど、全てにおいて違うとは思うんですよね、うん、それま、だって何においても、ね、何においてもまずパワーストーンっていうのはおかしいよね。あ、そういえばこの間ですね、うん、その健康についてのパワーストーンを聞かれたそれと同じ人なんですけど、うん、その人がなんか不思議な体験して、うん、これぜひ招き猫さんに聞いてくれって言われてたことがあるんですけど、うん、なんかその人が田舎に帰ったら、うん、なんか自分のその親戚の誰かが寝てたら、うん、ちいちゃな子供が彼のその周りで遊んでて、うん、でその親戚のお家のその親戚の誰かのところに子供が遊んでたんですって、うん、でその子供がシュッとその人の口の中入っちゃったんですって。うーん、それは何なんだろうっつって不思議がってて、で他にも口の中に入ったように見えただけじゃなくて本当に入っちゃったの？うん、そうそう、その口の中シュンって入っちゃったんですって。うん、他にも、うん、昨日は子供の遊ぶ声がうるさかったねなんて他の人に言われたりするんですよ、うん、だけどその子供いなかったりするんですよ、要するにその子だったり、あと子供の遊ぶおもちゃみたいなのが綺麗に枕元に並んでたりとか、うん、そういうことがあって一体何がいるんだろうってなんか疑問に思ってて招き猫さんに聞いてくれって言われたんですよ。なんだと分かりますか？うん、なんですか？それ小人だよ。あ、普通なのよく言われている変な、いや、よく言われている変なおじさんに近いかもしんない。そう、そう、その子なんですか？近いかもしんないけど違うかもしんない。なんかね、小人っつってもさ、うん、白雪姫の小人みたいなんじゃなくてさ、うん、精霊に近いような小人で、その家についてるの。あ、そうなんですか？うん、へえ。別に害はない。うん、ありがたく見守ってていればいいという。害はなくないな、無邪気だから、うん、ちょっと病気さして遊んでみようかなとかはあるかも。ありますか、うん、とにかくいろんなことをほら、多分だけど、うん、宇宙人が来たとして、うん、まず実験してみない？解体してみたりとか、ね、死体を見つけたらこれラッキーとばかりに解体してみたりとかさ、うん、ありますね、うん、そんな感じですか？じゃないかな、うん、まず自分とは異種のものというつもりでいるから向こうは。ああ、なるほど。こちらから見てもそうだし、向こうから見てもそうなんですね、うん、だからね、うん、同じ人間同士をやっちゃうとまずいからって動物実験してしまう心ない人たちみたいな、うんうん、なるほどね。ああいう感じで、うん、その人をちょっと遊びに使っちゃう可能性はあるよね。じゃあなんか気をつけることとかアドバイスとかはあるんですか？普段とちょっとでも違ったら、うん、違ったことに対しての対応を早くすることだね。まあ、なるほどね、うん、結構漠然としてますけど、例えばさ、なんかちょっといつもお腹痛くなんかならない体質の人がお腹痛いと思ったらちょっと危険とか。うん、なるほど、なんかやってるぞと、うん、いうことですね、うんうん、なるほどなるほど。あとはなんかちょっとどっかが痛いと思ったら、うん、なんかあるかもしんないから早めに、うん、尻尾を張って痛みを取るなり、うん、おかしいと思ったらお医者さんに行ってみるなりとか。なるほどなるほど、うん、まあ、その程度でいいということですね。そうだね、あとはなんか嫌ってる人から急な連絡が入ったりとかした時、うん、あ、なるほどね、とかやっぱりなんか用心はしといた方がいいよね、うん、ただその代わりついてる時はものすごいついてると思うよ。とにかくいろんなことして遊んでみたいんだと思うから。なるほどなるほど。じゃあついてる時なんかは
うん、まあ見込まれちゃったんだってことだね、うん、でそういう時なんかにお供えとかしたりするとあこういうことすると喜ばれるんだみたいに思ってくれて、いやほっとくのがいい、それで早く直ちに離れていただくように。あ本当ですか。あの気に入ってもらえたと勘違いして居座っちゃうからさ、なるほど、ちょっと距離を置くようになるほど、ね、そんなに歓迎してないっていうかさ、無視し続ければ終わるから、うん、なるほど、そんなに気にしないように、うんうん、だからいつもの健康管理とか、うん、いつもの人間付き合いとかそういうのを意識して、なるべく、うん、ちょっと変わったような様子があったら注意するとかいう感じで、なるほど、うん、行くのがいいんじゃないの。わかりました。あでもねなんかね、うん、なんかそこんち昔から、ま、祀ってた何かをある代からやめてるね。あそうなんですか、うん、ほう、それはちょっと復活させた方がいい。いやいやいや、復活させるつもりがなければ、うん、お寺なり神社なりに相談に行って、うん、ちゃんと処置してもらう。あ物は残ってる可能性が高い。物は残ってないかもしれないけども、うん、そのやってしまっ、例えば結界を張ったら結界って目に見えないけど残ってるじゃない、うんうん、そうですね、うん、そんなような感じでさ、物は残ってない可能性もあるんだけども、うん、やってた痕跡をなぜか見つけたとか、うん、話に聞いたとかしたらさ、うんうん、ちょっと例えばずっと信仰してそのね、お寺に行ってたんだけど、うん、ある代からお寺を変えたんだよとかいうのあるじゃない、うん、田舎の方とか割と、うん、ご住職が変わってとかさ、うん、そういう時にその前に行ってた お寺にも、うん、あの今度から何々寺に お世話になることになりましたのでとか、うん、挨拶をちょっとして、うん、ありがとうございましたと、うんうん、っていう、そうなんかさずっと頼っておきながら、うん、もう良くなったら来ないんだみたいな、うん、なるほど、うん、やっぱりお寺とかってさ、うん、神様と違って元は人間だった仏様がいらっしゃるところでしょ、うん、ご住職さんの思いとかもさ、ね、やっぱりさ、うん、仏の道を目指してても所詮やっぱり人間なわけじゃん、うん、だから檀家さんが離れてて寂しい思いをしてたりもするだろうし、うん、神社なんかはもう神様だからね直、うん、なるほど、神様の性質によっては怒りっぽかったりもするから、うん、必要な時だけいい顔して、うん、どうでもよくなったら挨拶も来ないのかみたいな、うんうん、ことになりかねないからね、うん、ただそれは知ったらでいいと思うんだ、うん、無理に探るのは無理だと思うから、まあ、知ったら そこはちょっと、うん、なんか相談してみましょうと。そうそう、近くのお寺かなんかに、うん、親戚同士で集まる機会とかにね、うん、そんな話が出てきたら、うん、あそれかもしれないみたいな、うん、なるほど。でも必ず、何でもない人が行かないで、その課長みたいな人が行かないと、うんうんうん、意味ないのね。やっぱりその辺はさ、あの課長がほら店長呼んでこいとかがなってる人いるじゃん、うん、あれで店長が出てくるのと、うん、アルバイトの女の子が謝って済ませられちゃうのとじゃ気持ちの問題が違うみたいな、ね、あれあれ、うん、ちゃんと課長が行くみたいな、うん、やるといいと思う。そうするとその、うん、変な小さい小人みたいのも出てこなくなるし、うん、でその小人もなんか一枚噛んでるっていうか、そっちの子に関連してるわけですか。やっぱりさほら、うん、異界の存在じゃん、うん、異界の存在と交わるっていうのは、うん、一般の人にはあまりあったらいけないことだと思うの、うん、私みたいなどっちにいるんだか分かんないような摩訶不思議なやつはあっちに首突っ込み、うん、こっちに首突っ込みでいいんだけど、うん、そうじゃない人はやっぱりさほら、うん、昔だったらいた巫女さんとかさ、うん、ああいう存在が今商売気たっぷりになってきちゃってさ、うんね、そういう中途半端な場所にいる人っていうのが昔はいて、うん、でちゃんと俗世間にいる人と神様との橋渡しみたいなつながりを作ってたんだけど、うん、今そこら辺が曖昧だからさ、うん、そうですね、なんかね別にそういうの関わらなくてもいい人が、うん、なんか溺れるものが藁もつかむ勢いでさ、うん、スピリチュアルな本を読み漁ってああでもないこうでもないやってみたりとか、うん、おかしいのよ世の中、うん、関わらなくてもいい人は関わらない方がいいんですさ、うん、あ、チンテテさんが嫁そこに食いつきますか嫁に食いついてますね。それはちょっと10分ぐらい前の話題ですね掘り返してますね、掘り返してます、うん、あ、チンテテさんも嫁が欲しいんですよきっと。そうなのかな、うん、チンテテさんの運命の人はどうなんですか。うーん、あ、先生の顔がいきなりマジになりました。
知りたくないでしょ別に。あ、知りたくないですからね、うん、でもさ、あのね、ちんててさんってお嫁さんは欲しいかもしれないけど、お嫁さん的なものとか家的なものに縛られるのは今一つなんじゃないかな。ありますね、お嫁さん欲しいけどお嫁さん的なものはいらないみたいなね、うん、結婚向きなタイプに自分が変われるんならできそうじゃない。なるほどね、うん、あ、自分は結婚できそうですかねって聞いてますけど、うん、そうですね、そういうことですよ、うん、結婚できないことはないんだけど、うん、結婚に向いてる人と向いてない人いるじゃない、性質的にさ、結婚しても長続きしなかったら結婚した意味ないじゃん、そうですね、人生経験が積まれただけの話になっちゃってさ、あれそのあれ小人さんの人ってこの間パイプのオフ会の時に電話してた人。よくわかりますね先生そういうのよくわかりますよね。あ、もうだって 1,2 週間前のことなのに。そっか、その人か、うん、その人ね、ちょっとね、うん、多分子宮のあたりとか腰の骨の周りの筋肉とかが弱いのね、うん、だからちょっとその辺を鍛える運動、うん、あのなんていうの、楽しんごのあれみたいな、ドドスコダンスみたいな、うん、ドドスコダンスみたいな、あんなかん、あれを急にやったら痛めちゃうけども、うん、あれができるように強化された後は、うん、ああいう感じの運動をして、うん、さらに強化すると、うん、あんまり体全体の不調はなくなると思う、うん、ドドスコじゃなくてね、ドドぐらいから始めてね。いやいやいや、そんなところはまだまだよ、うん、まずは腰を温めて大事にするとか、うん、なるほど、あとなんつうの、お腹を冷やさないようにするとか、そういう基本的なところから始めて、うんうんうん、徐々に徐々に、あと腰回りの運動つったら歩いたりとかなのかな、うん、なんだろうね、そういうのに詳しい人多分ね、いるから本も出てるだろうし、うん、ちょっとそういうの読んで、うん、腰のすぐ脇の筋肉なのよ、骨盤と腰をこうつないでるあたりの、うん、この筋肉が弱いみたいなの、うん、多分姿勢も悪い人だと思うから、その辺を、一応調整して、でまず体の歪みが補正されると少しずつ不調がなくなってくるのね、うん、あと奥歯の噛み合わせがちょっとずれてる感じが、うん、なんかね、歯がこう違和感感じたから、うん、そこら辺をちょっと意識して変えると、うん、もしかしたら、うん、思うよりも早く、うん、全体的に健康になってくる、うん、でただね、じわじわ健康になるからさ、うん、本当だ、効果があったっていう感じはちょっと薄いかも、うん、なるほど、1年単位とかで考えて振り返ればやってから確かにっていう感じ、うんうん、なんか小野寺さんが、ちんててさんと私どっちが先に結婚できますか、うん、ってことですけど、競争ですか、うん、よし競争だって走ってください、うん、どてでも、はい、ということです。ちんててさんがですね、で、うん、今日は何の話なの、今日ね、話題がないんですよ、だから今までの準レギュラーの方のメールに助けられて、うん、とりあえず時間を潰して頑張りました、はい、何の話でもありませんってことですね。映画のスチル撮ってきたよ、映画の現場はいいね、浅野監督もまた撮ろうよ、だからもう次撮る予定があるので、うん、脚本はもう書けてますか、第一稿ですけどね、であとまあ、うん、次、その次の映画も今脚本書いてるところですね、こっち面白いですよね、すごく、うん、あ、そうそうそう、ちんててさん明日明後日の撮影手伝い来ませんか、ウイロー監督の、私の師匠の、明日明後日どうですか、銀座と高円寺ですけど、銀座の方はね、なんかちょっと撮って終わりなんだけど、高円寺の方が、結構長くって二班に分かれてやるんですけど、うん、なんかね、人が一人でもいたら違うんで、そうな、かなり助かりますけど、もうだって私ら二人でフル回転だもんね、まあ、とりあえずこれは番組終わってから聞いた方がいいですね、そうね、そうね、そうね、もう時間も残り少なくなってきましたんで、うん、そろそろ終わりたいと思います。というわけでお相手は龍拳と招き猫でした。それでは皆さん、また次回、またまた、さよなら。